デニムとジャケット、ヘアメイクと洋服がマッチしてる人、愛情深い人、健康的な人。目で欲しくなってこう何でも買ってしまわないように、どれに合わせられるかなとか、こういうのが足りないなっていうものをこう一度チェックしてからお買い物に行くようにしてます。今季だと結構黄色とかグリーンとかにも目が行きますね。ピンクとかも、パコラガンナのバッグと、あとセリーヌのストライプのシャツ。ボンカツ。化粧水、美容液、乳液、アイクリーム。トレーニングが大好きなので、全然辛いと思ったことがなくて楽しくやってます。筋膜リリースをするランブルローラーって言って、全身をこうほぐすのに必ず、夜すごくスッキリするし、体中巡りが良くなるので、ランブルローラー歌ってる金木犀の香り。愛用のフレグランスはバイキリアンっていうフランスのブランドで、日本語で訳すと不滅の花っていう香りなんですけど、なんか体にすごい馴染むのですごく気に入ってます。ドライブ、フレンチモダン、ドレッサーとクローゼット、料理がもっと好きになります。ベッドの上で骨盤を締める体操、足をこうカエルみたいに曲げて骨盤をこうギュッと締める運動をすると顔が引き締まるので、それをやってるのと、あとは必ず朝一杯最後飲んでます着ていて動きが出るところと、色気もありつつ、でもすごいこう女性としてこびてない感じの芯のしっかりした女性のブランドなので、着ていてすごく心地がいいです。愛病たちとゴロゴロしたりとか遊んだりとか、そういうスキンシップを取る時間ですかね。バレリーナ、バレエは15、6年やってました。大食いモデルっていうストッパーがなかったら多分ずっと食べ続けられるんですマルタ共和国、なんか1回の時っていうよりも日々
ターとかコメントだったり、ファンの方からのおしゃれが楽しくなったとか、そういうコメントをいただくことです。14、15歳の時はファッションショーのモデルになりたくてオーディションを受けたりしてたんですけど、身長が足りなかったので合格できなくて、絶望にぶら下がったりとか、両親に手足引っ張ってもらったりとかしてたんですけど、まあ、今の体型だからこそできることっていうかいっぱい出会えたので、これでよかったなって思ってます。モデルになりたいっていう子、小学生とかそういった子になんかこうレッスンとかしてみたい。家族や友人と、ためずにこういっぱい話すこと、あとは自分をこうたまに褒めてあげることがすごく大切